牧原則夫、民権と憲法第6章、近代天皇制の成立。1、近代的国家機構の整備。アクチュアルのポリティクス。1883年8月、伊藤博文は1年半に及ぶドイツ・オーストリアでの憲法調査を終えて帰国した。主軸は憲法だけではなかった。プロイセン憲法を基礎にすることは規定方針と言ってよかった。ベルリン大学の法学者グナイストやその弟子モッセの講義にもそれほどの親身はなかった。国家の法は文化と同じく歴史的に作られると考えるグナイストは、どうに金メッキをしても仕方ない。日本に立憲制はまだ早いと断定し、それでも作るなら国会に予算審議権を与えてはならないと忠告した。71年に統一されたドイツ帝国では、プロイセン時代に鉄血宰相と謳われたビスマルクも議会の抵抗に苦しんでいた。この現実を知った伊藤は憲法の条文や制度にも増して、その運用や行政のあり方が重要だと気づいた。そしてウィーン大学のシュタインを訪ねた。近代行政学の父と呼ばれ、法学、行政学、経済学などを包含する国家学の権威だったシュタインの講義こそ、憲法だけのことはもはや十分と、存じ立てまつる総労ども、総労へども、アドミニストレーションにおいては、至ってはなかなか容易なることにこれなく、アクチュアルのポリティクスをいささか愛学びたくと考えていた伊藤が求めたものだった。シュタインは立憲制を君主、議会、行政の3機関が牽制しながら調和する政治共同体と捉え、政党内閣制と君主専制を共に否定し、行政の自立権を確保することが国家建設の課題であると力説した。天皇親政は天皇個人の意思や資質に政治が左右され、しかも天皇が政治責任を問われてしまうと、大久保や伊藤は一貫して反対してきた。源田長浦の親政運動や、天皇に直結して岩倉の言動に悩まされてきた伊藤にとって、内閣の権限、官僚機構の構成、管理の規律や任免、退職後の恩恵など、恩典など、行政の自立性と円滑な運営を実現する具体的な方策を得たことは心強かった。こうして神経症にとらわれた出発前とは打って変わって、岩倉、井上小橋や民権派のへぼくれ諸政に負けない知見を獲得したという自負を抱いて、伊藤は帰国したのだった。岩倉智美はその2週間ほど前に亡くなっていた。宮中府中の分離と家族令。1884年3月。伊藤は参議の他に宮中に設置した制度取調局長官に就任し、さらに宮内庁も兼ねて、ようやく制度改革の主導権を握った。最初に手をつけたのは皇室制度だった。立憲制を確立するには宮中、皇室と府中、政府を制度的に分離する必要があった。議会が開かれれば皇室の経費も予算審議の対象になりかねない。これまでにも全国の土地を公有地、官有地、国有地、民有地に分けて、皇室財産を独立させる案が出されていた。岩倉、井上小橋、源田らは、国土はすべて天皇のものだという王道論を盾に、土地私有制には批判的だった。しかし一旦認めた私有地や国有地の一部を、公有地、つまり皇室の私有地にするのは、天皇が人民と利を争うことになると反対した。伊藤は外遊前に改めて3区分と公有地設定の意見書を出したが、参事院で否決された。明治14年政変直後に設置された参事院は、法律規則の作成、審査のほか、行政と司法、地方議会と地方長官の調整等を行う機関で、議長の山形有朋は土地私有権を認め、立憲制を採用すると宣言した以上、官民の区別、政府管理財産と皇室財産の区別は万国共通だと述べたが、多勢を動かすことはできなかった。しかし法的にも曖昧なまま皇室財産は急速に拡充された。84年以降、政府所有の日本銀行、横浜政金銀行、日本郵政会社の株券や、350万兆歩の山林原や、佐渡、生野鉱山などが皇室財産に編入され、議会開設の頃には天皇は日本最大の財産所有者になった。その配当、利子などの収入に加え、提出費の大幅増額で皇室財政は一気に豊かになり、理財者や功労者などに多額の課用金を出すことも可能になった。次は家族制度だった。藩籍奉還で家族となった公家大名らは、その大半が家禄や金禄交際で優遇されながらも社会的役割を果たしておらず、新聞や民権派から繰り返し批判された。
政府内でも氏族を含めて新たな家族制度を創設し、皇室を守る藩兵にすべきだとの意見が強かった。これにも岩倉は反対していたが、彼の死で障害はなくなった。84年7月に出された家族令は、爵位を公、公、伯、氏、団の5等に区分し、国家に威勲、勲功あるものを家族に組み込んだ。伊藤黒田らは伯爵になったが、87年に家族となった者は566名、そのうち旧家族483名、新家族83名で、新家族のほとんどは薩長都比出身の氏族だった。内閣制度の創設。ただし、西洋好きの伊藤を嫌っていた天皇は、源太郎を重用し、伊藤とは面会すら避ける風だった。伊藤も天皇が高悪で人物を判断し、外国公使を招いた官王会をサボるなど、君主の役割を放棄していると不満を持っていた。博文を思うに、政治を今後さらに一層の栄誉を政務に浪したマウにあらんずんば、聡明英知の特質もついに空明に帰せんと、三条実と共に苛立ちをぶつけ、二度も辞表を出した。しかし天皇にしても伊藤以外に政府を任せられる人物はいなかった。85年12月、伊藤はついに身分制と天皇親政を建前とする太政官制の廃止にこぎつけ、内閣総理大臣と各省長官を兼ねる9名の国務大臣からなる内閣制が発足した。総理大臣は体制の方向を指示し、行政各部を総督する強い権限を持ち、法律勅令は内閣が起草し、首相の副書きがなければ法的効力を持たないことになった。君主は政策決定に直接介入せず、したがって政治責任を負わないという立憲制の前提がようやく作られた。第5章で触れた管理任用試験の導入など、官僚制度の近代化も進められた。86年9月には重要事項の決定や総理の要請がなければ天皇は内閣に臨席しない。政務に関して主管大臣、次官の配轄を認める。必要な行事、儀礼には出席するなど、内閣と天皇の関係を定めた。勤務6条を伊藤は提出し、天皇も基本的にこれを受け入れた。皇后の様相を許可し、翌年の新年の儀に皇后も大礼服で登場するなど、一時中断していた皇室の西洋化も進み始めた。伊藤はまた天皇を信頼していた藤波琴忠侍従に西洋視察を命じ、主体の講義を受けさせた。藤波は87年11月に帰国した後、天皇皇后に33回の口実を行った。こうして源田長浦の強い影響を受けていた天皇も、次第に近代的な君主としての自覚を持つようになっていった。条約改正問題。天皇との関係を好転させた伊藤はようやく憲法起草に着手した。1887年、井上小橋とロエスレルの草案をもとに、伊藤宮司、金子健太郎、井上小橋と伊藤の4人が、神奈川県夏島、現横須賀市で作業をし続け、8月末にいわゆる夏島草案を作成した。さらに井上、ロエスレルの意見をもとに修正を重ね、88年3月、憲法草案が確定した。ところがこの間に伊藤は思いかけず、窮地に立たされていた。憲法をはじめとする法制度の整備は、日本が近代国家であることを列強に認めさせ、平等条約改正を実現するための大前提だった。憲法制定と条約改正は一対の事業で、しかも議会が開かれれば民権派の介入が避けられない。政府は条約改正を急ぐほかなかった。だが文明意識とは自分たちの風俗が優れているという意識、科学、技術、もしくは芸術の水準となって自分たちの風俗が具体的に現れているという意識である。政治、経済制度の近代化にとどまらず、日常生活のレベルで我々と同じと認められない限り、文明国の仲間入りはできない。長年の経験でこれを実感した井上馨外務大臣は、キリスト教を別にして、日本の上層社会がすでに文明化していることをアピールするため、園遊会や皇后の様相といった皇室の西洋化、舞踏会、バザーなどに力を入れた。条約改正の越国共同会議では、関税自主権を棚上げにして税率引き上げにとどめる、治外法権、領事裁判権、撤廃の見返りに、日本国内の旅行、営業などを認める、内地解放、外国人が関係する裁判には外国人裁判官を過半数任用する。重要な法律は事前に列国の承認を得るといった大幅な譲歩をして、
87年4月、ようやく列国の同意を取り付けた。しかし法律顧問の噂などは、新条約は日本の立法権を制約する上、内地解放で不平等を全国に拡大すると反対し、欧州視察から帰国した谷立樹農商務大臣も抗議の辞職をした。噂などでは谷の意見書は民間に漏れた。また横浜商人や製紙業者は外国人商人の身勝手に苦しめられており、これらも日本の権益を拒否して外国船によって流入した。86年10月には奇襲沖でイギリス船ノルマントン号が座礁、沈没し、イギリス人船長乗組員はボートで脱出しながら、船内に放置された日本人乗客や中国人、インド人家具のほとんどは敵視した。治外法権の不当性を痛感していた人々は井上外相の弱腰に憤激の声を上げた。所得税の導入や解剖費献金を命じるなど、財政難が深刻な中で、舞踏会に移すを抜かすとは何事かといった非難が、政府内部にも強まり、87年9月、井上は辞職に追い込まれた。民権派の再構成。政府追及の具体的争点を見失っていた旧自由党系民権派は、この機を捉えて構成に出た。条約改正、地租軽減、言論自由の三大項目、当時は三大事件と称した、を並べた土佐派をはじめ、福島、愛媛、千葉、新潟などから次々に憲白書を出され、各地で懇親会、演説会が開かれた。運動会も復活した。例えば京都では先月染めで出し自由号、日本男児有心譚といった旗を掲げて、150、60人が、市場代わりで旗奪い、綱引きなどを競った後、隊列を組んで、御苑との間を往復し、自由万歳、皇室万歳を叫んだ。憲白書も回りくどい表現ながら議会重視の政治制度を求めた。長野県羽島名郡ほか3軍264名の憲白書は、列強と対等に交渉できないのは政治の秘密主義、専制主義のために官民が一致協力できないからで、民衆の攻防に従い、政治を降格するのが急務だと主張し、愛媛県温泉号184名の憲白書は、欧米諸国が愛するのは立憲国合議政権だから、今の政府の組織を一変して、初めて対等に交渉ができると力説した。憲法に関するグナイスト氏談話やロエスレスの憲法草案が、西鉄夢物語として秘密出版され、政府の憲法構想の保守性を暴露したことも民権派の不満を、前年10月旧自由党の星徹や中井町民が全国有志大懇親会を開いて、自由党立憲改進党の対立を超え、勝利を捨てて大道につく大道団結と呼びかけるなど、議会開設が近くなって活動を復活させたいという機運が生まれ始めていた。またアメリカに渡った青年の中には、86年頃から、日本政府を激しく批判する記事を載せた新日本、第19世紀新聞といった新聞をオークランドやサンフランシスコで発行し、日本の友人に送る動きも生まれた。その数は極めてわずかだったが、明治政府は欠席裁判で彼らを有罪に宣告するほど神経を尖らせた。さらに87年5月から大阪事件の裁判が始まると、地元の大阪日報、朝日新聞などが連日詳細な裁判傍聴筆記を掲載し、東京をはじめ各地の新聞がこれを転載した。国事犯、外観罪で起訴された被告たちには、その動機を説明する機会を与えられたから、一定の制約があるとはいえ、裁判は政府批判や民権の主張を公然と宣伝する場になった。全国から多額の看板も寄せられた。9月の判決後、リーダーの一人、新井翔吾は、同志の運動がすこぶる盛んなれば、諸君の出国、陶器にあらざるべしと、監獄の監修副長から話しかけられている。実際12月15日には2府18県の代表が東京に集まり元老院に憲白を提出するなど、規模や勢いははるかに小さいものの、明治14年政変直前と似たような状況が生まれた。保安条例。しかし伊藤は外交を人民の抗議に付すことは立憲王国において断じて取らざるところなり、と強硬姿勢を崩さなかった。そして12月25日、内乱を陰謀し治安を妨害する者を皇居三里街の地に追放するという保安条例を公布し、451名の運動家を東京から一挙に排除した。この強引な措置で政府は危機を乗り切った反面、多数の民権家を地方に分散させ、地域の政治活動を活性化させた。
もっとも自由党系急進派の多くは大阪事件などで監獄にいたから、後藤祥次郎ら自由党系穏健派と立憲革新党系が影響力を強めており、議会で多数派を占めることを目指した彼らの政党再編運動、大同団結運動は、財産選挙権を暗黙の前提にしていた。そのため、これまで実践部隊として活動するとともに、国家の人材である士族を10杯一足に国会議事堂の門外に放逐するとは何事か、と普通選挙制を主張してきた武産士族や若者たちは、次第に暴流に追いやられていった。他方、政府内部では保安条例を井上小橋や島尾小谷田が批判したほか、政権中枢からは鳥尾小谷田が批判したほか、政権中枢からは外れた薩摩藩の不満も蓄積されていた。伊藤は88年2月、大隈重信を外務大臣につけて民権派を分断した上、4月に首相を黒田清隆に譲り、皇室典範憲法草案の審議をする枢密院議長に就任した。黒田内閣の下で外交を任された大隈は、各国と個別に条約改正交渉を再開した。内地解放領事裁判権撤廃のほか、外国人訪韓の採用を大審議に限定するなどの改定を施して、アメリカ、ドイツ、ロシアと新通商交渉条約を締結した。政府はまた憲法発布後の89年3月、旧自由党幹部の一人で大同団結運動の中心になっていた後藤祥次郎を黒田内閣の逓信大臣として入閣させ、民権派の分断と取り込みを図った。だが条約改正の内容が漏れると、立憲革新党以外の民権派や国家主義者は政府攻撃を強めた。89年10月、大隈は現容者の来島恒樹が投げつけた爆弾で片押しを失い、国会開設前の条約改正という政府の基本方針は最終的に挫折した。同時に欧米諸国も日本のナショナリズムの激しさを実感させられた。市政調整、調査制。伊藤が憲法調査や内閣制度などの構築に力を注いでいた時期、山形有朋は独自の基盤づくりを進めていた。明治14年政変後、山形は現役軍人のまま参事院議長を兼任し、83年からは内務大臣として自由民権運動を強引に抑え込んだ。そして新たな地方制度の創設に取り組み、88年4月に市政町村制、90年5月に府県制、郡制を交付した。市町村を完全なる自治の制にすると政府は強調した。だがそれは政府に頼らず地域社会の諸問題を自力で解決するとともに、徴兵教育などの委任義務を自発的に担って、国家統御の身をあぐることを、実をあぐることを意味した。したがって地方議会が内務省や府県の干渉を受けることに変わりはなかった。また選挙権を持つ公民とその他の住民に分けられ、公民は25歳以上の男子居住者で、地租や実定の国税納入者に限定された。地方参振法では地域の自主性が認められたが、今回は一律の基準になり、さらに富裕者に有利な等級選挙制、市は3等級、市町村は2等級が採用された。市町村長、条約などは議会で選任されたが、無報酬の名誉職とされた。地域の有力者、資産家を優遇することで外部の政党勢力を遮断しようとしたのである。さらに自治には財政の安定も不可欠だとして、町村合併を強力に推し進めた。村の数は幕末から三進法時代まで大した変化はなく、86年12月に全国で約7万1500の町村があり、そのうち100個以下の村が7割近くを占めていた。ところが300個以上を基準にした合併の結果、89年末にはわずか2割の1万5820町村に減少した。これに対して井上小橋や井上薫らは、小規模な村の自治こそが地域の安定をもたらすと批判した。実際合併後も 村人の生活は、旧村、旧村、大和坂単位で、役場や小学校の位置をめぐる争いなどが起きた村も少なくなかった。市政町村制は目前に迫った議会の在り方とも密接に関係していたが、県会議員や民権派の多くは条約改正問題や大同団結運動に奔走していた。山形はこの間に内務官僚をしっかり掌握し、軍隊と官僚の二大勢力を基礎に伊藤や議会に対抗する勢力の統領になっていった。四将軍派との対立。最も山形が簡単に軍隊を掌握できたわけではなかった。伊藤が岩倉や天皇との関係で苦慮したとすれば、山形はいわゆる四将軍に悩まされた。明治14年政変で政府批判の意見書を出した谷立樹、鳥尾小谷田、三浦五郎、曽我雄順の4人は、
薩長中心者が上層部を独占し、規律も乱れた陸軍に不満と危機感を持っていた。81年、三浦谷が校長を務めた陸軍士官学校の卒業生を中心に、兵学研究の月曜会が発足すると、四将軍は顧問に迎えられた。政治的には保守的な四将軍と、能力本位の抜擢や近代的軍隊の建設を望む若手将校が結びついて、反山形派が生まれたのである。他方、陸軍主流は断るごとに軍拡を要求するとともに、近代性を師団性に変えて、海外派兵のできる軍隊を作ろうとした。近代性は国内の各地域を分担して防衛するものだが、師団は戦闘、支援、兵隊の各部隊で構成され、独立して軍事行動を展開することを主眼とした。こうした軍再編を担ったのは、ドイツで軍政、軍事学を学んだ川上総六や桂太郎だった。彼らは、専守防衛や局外中立で満足する二等国ではなく、私有を兵力に訴える一等国を目指すべきだと主張した。海軍もまた、鋼鉄艦、戦艦を中心とした大艦隊の建造を要求した。これに対して、三浦谷は、近代性の継続や専守防衛を主張し、海軍の拡張にも反対した。谷は中立政策と民兵兵のスイスを海外世界の桃源と高く評価していた。彼らは天皇の信任も厚く、師団の検閲、教育を担当する天皇直属の官軍部が設置されると、東西の官軍部長に谷三浦が任命され、曽我参謀本部次長になった。山形の陸軍掌握。1886年、巻き返しに転じた主流派は、官軍廃止や小山順の昇進が認められなければ、薩摩派軍人は総辞職すると脅した。陸軍紛議と呼ばれるこの争いは、